生成士777ナイロンです。本日は洒落たちょっとルーティン撮ってみたくって、あの無音のやつでアフレコするやつやっていきます。本日はですね、ほのぼのさんのユーフェスイベント私が見に行っちゃうぞのコーナーでございます。はい、ということで、コンタクトをつけています。はい、あの片目しか使ってないのはですね、あの片目つけて、あ、撮らなきゃと思って片目つけてるんで、あの片目うるさいな。はい、今からスキンケアもしちゃいます。見てください、この面白いアングル。ほんとアフレコがなかったらね、ちょっとおしゃれに決められてたんじゃないでしょうかね。ちょっとアフレコがあることによって、あのかなりこうなんか面白い系になっちゃうよみたいな感じでございます。私はですね、無印の乳液と化粧水を使っております。枕。はい、ということでですね、今からメイクしていきます。メイクはね、最近25分ぐらいかかっちゃいますね。前までは15分ぐらいで終わったんですけれども、だからもう最近ね、日に日にメイクの時間が伸びてってるの、凝る部分が増えてってるって感じなんですけれども、はい、それでは紹介お願いいたします。あの今思ったんですけど、これファッションセンター島村ってめちゃめちゃ看板着ているね、あのお洋服。私の中ではおしゃれだと思ってるんですけどもね、かなりパンチが強い T シャツなので、ちょっとこう雰囲気系ではないのかなとちょっと思いながら撮ってましたね。でファンデーションをつけていきます。ファンデーションこれね、もう1年ぐらい使ってるの、全然なくならないの。ナーズめっちゃいい、コスパめっちゃいいよ。あれ4000円ぐらい、5000円ぐらいだから、いや粉って書いてあるから、普通は絶対さパウダーって書いた方がおしゃれってね。ここら辺もねちょっとあのおしゃれにできないの値。ということでアイラインをやっていきます。アイライン、私ドライアイでにじんじゃうんで、にじまないようにですね、アイラインの上から二重ののりをつけてます。で乾かして、定着させてます。そして最近ですね、チークをするようになったんですよ。やっぱチークすると発色が良くなるね、顔の血色だ。はい、ということでですね、今からヘアセットをしていきます。ヘアセットも20分ぐらいかかっちゃうかな。この日はですね、髪の毛を下ろしていくので、あのストレートにする時間があってですね、それで時間かかっちゃうんですけども、いつもポニーテールとかお下げだと15分ぐらいで終わります。はい、あと私あのストレートにするときアイロンでやるとなんかうまくいかないというか、自分でやるのがすごく苦手で、いつもあのドライヤー、櫛形ドライヤーでストレートにしてます。であのヘアセット直すときに、この洗い流さないタイプのウォータートリートメントをつけてやると、あのすごく仕上がりがいいので、これをですね、本来はお風呂上がりにやるものなんですけれども、あの濡らして、でそれにつけてみたいな形でやっております。そして櫛形ドライヤーはダイソンでございます。今日のコーデはこんな感じでございます。最近お気に入りのパンツでございます、こちら。はい、ということでお洋服を着替えて準備します。あの車移動なのでですね、本日パソコンを持っていきます。はい、書いてありましたね、すいません。はい、ということで、今日はヴィトンのバッグでいきます。最近ヘッドフォンにハマってます。はい、見てください、マミオにもらったプラレーを履いていきます。素敵でしょ。はい、ということで車内です、移動してます。すごい綺麗でしょ、外綺麗なの。はい、カフェに行きました。あのお昼ご飯を食べたんですけれども、私はちょっとデザート食べましたね。で開園までですね、ちょっとかなり時間があったので、ショッピングをして暇つぶしをしました。はい、見てください、ガチャガチャをやりました。これ前もやったんだけれども、色地が欲しかったんで、こう何個あっても困らないなと思い回しちゃいました。1回500円するんですけど、黒いレコードプレーヤーが出るといいなということで。そう、これ出てきた時ね、金色なのだから何が出るか分かんないんです。本当開けてみないと。さあ、ドキドキでございます。何が出るんでしょうか、うまく開けられるかな。え、開けられちゃうのかしら。さあ何が出る。えい、黒いやつでございます。はい、ということで時間になったので、今から関係者席で見たいと思います。はい、ここにですね、見てください、キューンキューンって書いてありますね。でジョイナスだけ撮影 OK だったら、最後ですね、ジョイナス撮りました。はい、こんな感じ。どこにほどものがいるでしょうか、どこだ。あ、いましたね、います、ジョイナス。終わって移動して、でその後ですね、あの桃かけの皆さんと一緒にディナーをしました。ここはチボーっていうなんかあのお好み焼き屋さんに行きました。めちゃめちゃ美味しかったです。で途中からですね、ももかちゃんたちとも合流いたしました。私はもう完全に酔ってて、ももかちゃんの方が酔っ払いみたいなことしてるんですけど、エビを見せてきました。
して移動して帰ります。でですね、帰宅後ですね、ちゃんとほのぼのにユーフェスの感想とかも聞きたいなと思い聞いておりますので、最後までご覧ください。はい、ということで家に着いて、ちょっとピアノ弾きたくなったんでピアノ弾いてるんですけど、音は出てません今日アフレコだからね。で、一日疲れてですね、ちょっとこの人何してるのかなと思ったら、一回睡眠、私ベッドに寝ちゃうと本当に寝てしまうので、一回地面で睡眠するんですね。はい、15分ほど、寝ますはい、でその後ですね、洗面所に行きメイクを落としていきます。時計も取ってね、ちゃんと。今日はデジタル時計じゃなくってガチの普通の時計でしたね。最近ですね、メイク落とし変えたんですよ。後で出てくるんですけど、めちゃめちゃね、落ちる。めっちゃいいです。素敵なのに出会いました。ということで、まずヘアバディをします。別に顔をモザイクしてるわけではありません。上見てください。出てます。で、髪の毛結んで、まあ、基本的にね、この作業はお風呂でやるんですけれども、これはサービスです。はい、ということで最近メイク落とし変えたんだってさっきも言ったな。はい、ビオレのね、メイク落としめっちゃいいです。で、こんな感じで落とすんですけど、顔が全然映ってないんで撮った必要あったかな。あはは、ちょっとスピンが見えたかも。ということでお風呂に入ってまいります。お風呂 now、 ブクブクブク。はい、ということでですね、お風呂上がりにスキンケアをします。朝起きた時にしたスキンケアと同じスキンケアです。そして移動して部屋に戻ります。イケアで買ったかわちいやつでーす。部屋に入って妹に突撃インタビューしたいと思います。ポニョン、はい、ユーフェスからちょっと数日経ちましたけど、いかがでしたか、ユーフェスは。マジでめちゃめちゃ楽しかった。よかったです。2日間連続出たんですよね、ほのぼのさんね。そうなんですよ。一番最初アナウンスやってましたね。アナやってもう激噛みしてますけどね。さ、そう、しかも私さ、2日目と同じとこ噛んだみたいな噂を聞いて、1日目と同じところ噛んだっていうのを聞いて、あ、違うんですか。違います。はい、なんか2日目はなんかまた新しい言葉が増えて、つながり的にうちが言った方がいいみたいになって、私がこう急遽ね、すいませんお願いしてもいいですかって、あ、全然大丈夫ですよって言って、全然大丈夫って言ったのにもかかわらず噛むというね。2日目はですね、拍手とか、ちょっとねクスクスって笑ってるのとかが聞けたので、まあ嬉しいかなって感じでございます。やっぱあそこね、あなたはもう人ボケしたのかと思って、私はもうすごいわーと思ったんだけど、ボケるか迷ったのね。あー、そうだったな。なんか昨日噛んだ時に周りから、てか、まあ、ももかちゃんが言うとか言ってたんだけど、マジで面白い、明日もやってほしいぐらいみたいな感じで言われたの。いや、さすがに2日目は真面目にやるよと言ったら、彼女噛んだという感じでございますね。ちゃんとさ、噛んだ後にささんっていう、そう、だからそれはすいませんは本当は申し訳ございませんが言うのが普通じゃん。なんだけど1日目急に出たのがすいませんだったの。それで笑ったから、でも2日目もすいませんの方がいいかなみたいな。そう、真面目のすいませんね、すいません、そうせんって一回間が空くのが面白かった。上手だった。ありがとうございます。ほのぼの的にやっぱトータル通して何が一番面白かった？ジョイナスが一番楽しかった。あ、やっぱそうなんだ。しかもさ、ウームのクリエイターさんみんな優しいんだけど、こううちらがこうウェイウェイみたいな感じでやってるのね。1日目はなんと、私元木さんと何回か目がお会いしまして。あら、元木。そうなんですよ。そしたら、ももきちゃんがおいでみたいな言われて、で、最後のJoin us for あるじゃないですか。感想とかね。あそこのところで、こう、前どうぞみたいな感じで、キュンが、一番前に行かせていただいて、で、マジで優しくて、本当にありがとうございます。本当にウームのクリエイターが集結する場はそこないんでね。私なんで呼ばれなかったの？ね。なんかさ、ね、なんで私呼ばれなかったの？そう、それこそなんか。なんで私呼ばれなかったの？全然出るって言ったやんけ、私。それこそ多分のんちゃんワンチャンデータンってないと思ったのが、ジョイナス、なんか一番後ろに、こうなんか途中参加っていうの、その、ユーフェス自体は参加しないけどジョイナスだけ参加する人みたいな感じで、そう、なんかそのハマチコちゃんとか、そうそうそう、あとはジニーちゃんとかがいたんだけど、そう、なんかそのクリエイターで見てくれてる人っていうか、クリエイター関係席みたいなのがあって、ウームの人が来て、今日来てくれてるクリエイターの方いらっしゃいますかみたいな声をかけて、でなんかステージ
出れる時があったらしいんですけど、私生まれてないっていうちょっと思いもあったんですけど、妹のきらびやかな姿が見れて姉は嬉しいです。しかも2日ともね、ヘアメしてもらって羊ヘアを2日間してもらったんだけど、すごい本当にありがとうございます。もうね、ちょっともう髪の毛の色が違うから困っちゃうんですけど、こんな感じの色でしたということで、まあ私はですね、来年あればあの YouTube ミュージックじゃねえわ、違う、それはでけえ、ファンフェスじゃない、ファンフェスはでも 出れれば出たい、出たい、出たいよ、うん、YouTube ファンフェス出たい、歌歌歌えるもんね、歌歌います。またなんかきらめか泣いて泣いて全然違う、リロで今笑って泣いてらしいということで、あの、まあ、私は出れなかったんですけども、でも他のところで本当今年はイベントでの絵の番組やりたいって考えているので、それこそ私は音楽も始めたので、なんかちっちゃなライブハウスでももういつでも呼んでくれれば、私いつでも飛ぶんで、はい、台湾とか、あ、もう台湾も飛びますし、ということでですね、また今度 UFES あるときは私生きよう、生きよう、行くよと思ったヒット、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。来てくれた皆さん本当にありがとうございました。ということでですね、また次回のあの番組でお会いしましょう。キャイバイバイちゃん、はい。